大木の上で曲線が美しい水晶の竜が相まみえる。職人たちの力作が一堂に会す水晶彫刻の新作展で最高賞に輝いた竜飛宝部。手掛けたのは河野雄一郎さん、38歳。30代の受賞は24年ぶりです。若いものは頑張ってるぞっていうもののアピールにもなればいいかなと思って、まあ、僕はあの賞を取れた時は本当に嬉しかったですね。河野さんは江戸時代から続く甲州水晶奇跡細工の職人。県内では最年少の国の伝統工芸士です。使うのはコマと呼ばれる鉄製の小さな円盤。砂をかませて磨くため宝石は見えず、削る音と指先の感覚だけを頼りに研磨します。この音は削れてる音なんですけど、砂が入ってないと音が違うんですよ。この軽い音になるんですね。本当にコンマ何ミリの世界で表現が変わってきちゃうので、とことんそこに追求したくなっちゃいます。大正3年創業、水晶彫刻の老舗の4代目。ベテラン職人たちから学び、その技術を磨いています。ここもっと削っていっちゃっていいの、ね、あとちょっと段階とかどうやったら次はこの砂を、こういうのを教えてもらう。あとは自分の感性で作らないと伸びないです。いいですよ、筋は。もともとジュエリー業界で営業をしていた河野さん、家業を継ぐと決めたのは9年前。作品展に足を運んだのがきっかけでした。毎年職人さんが出すものを見に行っていたので、自分自身の表現が出せるものが作れるっていうのは羨ましかったですね。河野さんは竜や観音様といった定番のモチーフに縛られず、モダンなデザインを重視した作品作りにも力を入れています。これ作った時に大丈夫かって言われましたよ、ね、そう、これ大丈夫かな、大丈夫思うでしょ、これ雪だるまかなって言ったの、これ最初。でも実際これ僕自分の家の玄関に飾ってるんですけど、友達とかはあ、すごい素敵、僕も飾りたいとか言ってくれる人もやっぱ中にはいるので、ありなのかなとは思いますけどね。ゼロから一を作るんで、何もない、誰もやったことないことをやりたいなっていう気持ちが強くて、その伝統工芸としての土台はしっかりと残した上で、広めるために伝統工芸を使ったこういうものを作ってますっていうようなところの作品作りっていうのができれば、若者にも作品を見てもらったり飾りたいなって思うものが増えるんじゃないかなと思ってます。この日訪れたのは甲府市内の小学校。若い職人たちが取り組む甲州水晶奇跡細工の出前授業です。ここの横にしっかり当ててあげると線が出る。めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗。子どもたちは職人の手ほどきを受けながら好きな形や文字を仕上げていきました。形をバランスよくするところを頑張りました。こうやってなんか作られてるんだなって思いました。伝統工芸のことをあまり知らない友達とかに伝えたいなと思いました。子どもたちが喜ぶ姿っていうのがすごく嬉しいですね。興味を持ってもらうことが一番だと思ってまして、自分たちでこういうのはどこで取れるんだろう、
まあ、どういうふうに加工するんだろうというふうな形で先につないでいければいいかなというふうには感じております。うちだけ残っていればいいとかいうものではなく、山梨県全体の産業として伝統工芸を残していきたいという気持ちがやっぱ強いので、そこを第一にやっていきたいなというふうには思ってますね。子どもたちの笑顔は職人たちの力に、そして伝統工芸の未来にもつながっていきます。